モナハンは、アメリカ海軍の駆逐艦。ファラガット級駆逐艦の一隻。艦名は1899年の第二次、サモア戦争で戦死したジョン・モナハン将尉にちなむ。その名を持つ艦としては、モナハンに次いで二隻目。モナハンは、真珠湾攻撃の際に特殊戦法艇を撃沈し、産後海海戦やミッドウェイ海戦に参加。アリューシャン方面の戦いでも、 潜水艦を撃沈したが、1944年12月18日に、遭遇したコブラ台風で沈没した。モナハンは、ボストン海軍交渉で1933年11月21日に、帰港し、1935年1月9日に、モナハン少尉の命によって浸水。艦長、RR トンプソン中佐の指揮下1935年4月19日に、収益する。 第二次世界大戦参戦までは、北、大西洋方面で訓練に従事した。1941年12月8日、モナハンは7時51分に、戦立って真珠湾港で、正体不明の潜水艦を撃沈した、駆逐艦ワードに合流するよう命じられる。そのわずか4分後、真珠湾攻撃が始まったため、対空砲火を打った。0830。 郊外へ退避するべく航行中の、総海駆逐艦全員が、工作艦、メデューサの後方180メートルを航行する、公表敵を発見したとの報告が入った。さらに、不設駆逐艦ブリースに発見され、水上規模艦カーティスが砲撃を行う。0837、モナハンは、艦首厳選100メートルの距離で、戦亡鏡と司令塔の一部を発見したため、 体当たりするための準備を行う。その間、メディウーサと水上規模艦タンジールが、公表敵へ砲撃を行った。公表敵はカーティスへ向け魚雷一本を発射してきたが、その際に砲弾が命中し、艇長が戦死したのが見えた。公表敵はさらに機銃装射を受けていた。魚雷はカーティスに命中せず、ドックに命中した。体当たりしようとするモナハンに対し、 公表敵は魚雷を発射してきたが、魚雷はモナハンの右舷側を通過し、フォード島に命中した。モナハンは体当たりして、水深10メートルの海底に叩きつけ、爆雷2発を投下して撃沈した。攻撃後、モナハンは、クーボレ・キシントンを中心とする、ウィルソン・ブラウン中将の第11任務部隊に加わり、ギルバート諸島奇襲、ついで、ウェイク島救援に向かうことになった。 ところが、太平洋艦隊司令長官代理、ウィリアム・パイ中将が、海軍作戦部長、ハロルド・スターク大将とか、衆国艦隊司令長官、アーネスト・キング大将に伺いを立てたところ、ウェイク島守備隊の指揮を考慮したものの、兵力の増強をより撤退すべきだとの示唆を受けたため、ウェイク島救援は取り消され、間もなく、ウェイク島のアメリカ軍は、日本軍に降伏した。帰闘の途中、 モナハンは日本軍潜水艦から出たものとおぼしき油門を発見し、駆逐艦デール及びエールウィンとともに爆雷攻撃を行った。1942年に入るとモナハンは第11任務部隊から一時離れ、西海岸部への輸送船団の護衛に従事。第11任務部隊に復帰後の1942年4月15日に真珠湾を出撃し、 南太平洋方面へと向かう。この頃、日本軍の圧力は、ポートモレスビーやニューギニア島、あるいは、オーストラリアやニュージーランドに至る、通称路を徐々に圧迫し、この脅威を取り除くため海軍は、迅速に迎撃態勢を整えた。空母ヨークタウンからの航空機が、つらぎ島や、対岸のがボツにいた日本軍を攻撃したのは5月4日のことであり、 三五海を行動していた第十一任務部隊及び第十七任務部隊は日本側の第五航空戦隊も三五海に入りつつあることを知る。互いの敵を見ずに始まった三五海海戦は、まず5月7日に両任務部隊からの艦載機が MO 攻略部隊を発見して攻撃し、空母超大鳥を撃沈して先手を取った。翌5月8日は、 互いの関西機群が攻撃を行ったが、モナハンは無線風刺を維持して、臨境陣に留まった。その後、前日5月7日の日本側の攻撃で沈没した、給油艦、ネオショーと駆逐艦シムスの捜索を行ったが、沈没地点が誤って報告されていたため、救助任務を行えなかった。モナハンは、ヌメアに到着し、同地で、 第16任務部隊に合流して5月26日に真珠湾に帰島した。2日後、モナハンは第16任務部隊と共に真珠湾を出撃する。海軍情報部の情報により、日本軍がミッドウェイ島攻略のために複雑な戦闘計画を組み立て、いつ何時に、タダカズ中条の第一航空艦隊がミッドウェイ島に接近するかを明らかにして上層部にも、 通報していた。結論を言えば、アメリカ軍は、日本側の空母4隻と従順洋艦1隻を撃沈して、戦いの流れを変えることに成功した。モナハンは、海戦の2日間、もっぱら空母エンタープライズのナオエにつき、海戦の翌日には救助作業のために一時、交代したが、間もなく、飛竜からの航空機の攻撃で大破した、ヨークタウンのナオエに回った。 6月7日、以後第168潜水艦が臨境陣の中に入り、ヨークタウンに対して魚雷を発射。魚雷はヨークタウンとヨークタウンに横付けしていた駆逐艦ハムマンに命中し、ハムマンが放沈、ヨークタウンも16時間後に沈没していった。モナハンは駆逐艦グウィン及びヒューズと共に、e、1 6 8の捜索を行い、 爆雷攻撃で打撃を与えたと評価されたが、E168 は苦闘の末に生還した。勝利を収めた第16任務部隊は6月13日に真珠湾に帰島。この頃、北方のアリューシャン列島方面にも日本軍が進撃していた。モナハンは日本軍と対峙するためアリューシャンの戦線に送られた。しかし、アリューシャン方面のノームの中で、 衝突事故を起こして損傷し、ダッチハーバー、真珠湾で応急修理の後、戦乱護衛を兼ねて西海岸に向かい、メアアイランド海軍造船所で本格的な修理が行われた。修理はおおむね11月頃に終わり、11月17日にはフィジーへ向けて出港した。ところが、飛行先のヌメアでフレ症事故を起こして、プロペラを損傷し、修理のため再び、 真珠湾に交代しなければならなかった。一切の修理が終わったのは、1943年2月21日になってからのことであった。修理が終わった、モナハンは、軽巡洋艦、リッチモンド重巡洋艦ソルトレイクシティを機関とする、第16.69任務軍に加わり、アリューシャン方面での偵察に従事する。3月26日、 第16.69任務軍は、アッツ島及びキスカ島への輸送作戦を援護中の、第5艦隊とコマンドルスキー諸島近海で遭遇し、アッツ島機械戦が行われた。第16.69任務軍は、貨幣よく、第5艦隊を本動して追い返すことに成功した。以降、夏までの間に、日本軍拠点への艦砲射撃や、紹介任務を、 アリューシャン方面全体で行った。この紹介でのハイライトは、6月21日から22日の2日間に、渡って行われた、キスカ島への輸送任務に従事していた、イナナとの交戦である。6月21日午後、キスカ島七夕岬を確認して、浮上高校に移ったイナナを発見した、モナハンは、砲撃を行い、司令塔に命中弾を与えて、先行不能に陥らせ、 かの首脳も戦死させた。イナナは、朝日岬に座礁して、応急修理を行った上、6月22日夜に、横須賀へ向けて、七夕湾を出撃。しかし、イナナの行く手にはモナハンが待ち構えていた。モナハンは砲撃でイナナに、さらなる損傷を与え、イナナは引き返す。モナハンはこれを追撃して三度目の砲撃を行い、身体極まったイナナは、 キスカ島双子岩に座礁して果てた。イナナの喪失は、水雷戦隊によるキスカ島撤退作戦実施の伏線となった。アリューシャン戦線が日本軍の撤退で一段落した後、モナハンは真珠湾及びサンフランシスコへの護衛任務を行い、11月13日には3隻の護衛空母を護衛して、 サンペドロを出撃。ギルバート諸島攻略のガルバニック作戦では、一貫して護衛空母の名を得に当たった。作戦終了後、モナハンは西海岸に引き返し、大規模な演習を行った後、再び護衛空母軍の名を得に着くためサンディエゴを出撃。1944年1月からのクエゼリンの戦いでは、ロイコールナムル島の北西海域で行動し、 ロイコールナムル島攻略を支援した。2月7日に戦艦ペンシルベニアを護衛してマジュドに入港し、ついでエニウェトクの戦いに参加。輸送戦団を護衛してエニウェトク干渉に向かい、2月21日から22日にかけての夜間にはメリレン島に対して砲撃を行う。作戦終了後は2月末までマーシャル方面で紹介任務と護衛任務に当たった。 3月22日からは、モナハンは、第58任務部隊に随伴して、パラオ・ウォレアイ干渉及び、ヤップ島への攻撃支援で、対戦任務につき、4月6日に、マジュロに帰還する。4月13日から5月4日までの間は、ホーランジアの戦い、サタワン干渉砲撃、トラック諸島再攻撃及び、ポンペイ島への攻撃を支援。マジュロで、整備の後、 6月11日には、サイパン島に向けて出撃した。6月19日のマリアナ沖海戦の前後、モナハンは、両艦と共に、サイパン島に上陸した味方地上部隊の援護に当たり、その間に、第58任務部隊と潜水艦は、小沢寺サブロー中将の第一機動艦隊を追い払った。エニウェト区干渉に一旦下がった後、7月14日に出撃して、 7月からのグアムの戦いに、空母に対する対戦直江艦として参加した。また、7月17日夜から18日にかけては、アガット地区で作戦する水中爆破班の援護にあたり、7月19日の朝まで艦砲射撃を繰り返した。7月25日まで作戦に従事した後、真珠湾に向かい、オーバーホールのためピュージェットサウンド海軍造船所に開港された。 10月1日、モナハンは、駆逐艦留意と共にピュージェット湾を出港し、カリフォルニア、ハワイ沖で演習を行った後、11月11日に、ウルシー艦渉に向けて、真珠湾を出港した。ウルシーに到着後、12月6日に、対空演習を行って、12月10日に、第38任務部隊と共にウルシーを出撃した。第38任務部隊は、 ミンドロ島の戦いの支援を行う予定であり、モナハンは、デューイ、エールウィン及び、ハルと共に補給支援担当の第30.8任務軍を護衛した。ところが、第38任務部隊は、洋上給油予,予定日の12月17日頃から、コブラ台風の中に入り始め、12月18日にかけて大きく本動されることとなった。この時点で、 モナハンは、ソーダが困難だったものの、燃料を76%保有しており、同様にある程度は耐えうると考えられていた。しかし、モナハンは、次第にソーダに加えて、進路維持も困難となり、管内モーターも故障して、一切の動力を失った。やがて構造物が崩れ出したという報告もなされたが、間もなく転覆して沈没していった。生存者はわずか6名で、 イカダに乗って3日間漂流の後、駆逐艦ブラウンに救助された。生存者は、モナハンは右玄に倒れて、波に翻弄されながら沈んでいったと報告した。イカダには、当初12名が乗っていたが、暴れたり海中に転落したりして半数に減り、ブラウンによって救助された時も、イカダの後ろにサメがつきまとっていた。太平洋艦隊司令長チェスターにつは、この悲劇に関し、 おだった戦闘よりかは小さいと思われたが、第三艦隊に予想より多くの打撃を与えた。と表現した。モナハンは第二次世界大戦の功績で12個の従軍聖賞を受賞した。モナハン沈没事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。